レンダさ、12月のカレンダーなんで飾ってるのかっていうと、意外とさ、そのあ何日にこれあるなってことは、何日までに123あ3日あるんだって、そのカレンダーの数字を見て数えることで、なんか予定日まで何日あるかっていうのを確認するように使ってる12月のカレンダーを。今日出るよ、あの今日はね20時から20時台に AKB の出演があるので、テレ東音楽祭20時からはちょっとテレビをつけてテレ東音楽祭を見ながら配信しようかなって思ってます。背中に穴開いてない。マス目として使ってる。みんなも映る地域の方はぜひ一緒に見ましょう。その服今は完売して、あーそうなんだ、これセールやってたの、ジュエティで安くて3000円くらいで買えたから、ジュエティで3000円で買えるんだと思って買った。インスタのあのハーフツインの写真のスウェットもジュエティでセールでね3000円くらいだった。それも安かったよね、お得だよね。メンバーみんな持ってる服、そうそうそう、みんなメンバーもこの青ジュエティ好き、可愛くて。今日は自主練頑張ってきました。T シャツはいくらから高いと思う？4000円からちょっと高いなって思うかな。 T シャツだもんね、うん、2000円台とか3000円ちょっとくらいで買えたら嬉しい。 T シャツは4000、5000いくとちょっとね悩むよね。今日僕たの練習してきたけど、あそこまで中盤まで覚えました。デジャビュまで。夕日以降は明日やろうと思って。なんかレイダウンめっちゃ踊ってたんだけど、私のポジションの人なんで？全然踊らない予定だったんだけど、夕日も踊ってたからなんかやる気なくなっちゃってさ帰ってきた。だから夕日とレイダウン起こせばあとはいけそう。ビンゴは1番も2番も同じ振りだし、僕体もそんなに難しくない。そうやる気なくなっちゃった本当に。乃木坂の新曲披露、あそうなんだ、今日明日は撮影があるので、それの前にね覚えなきゃいけない。ドンドッツンドンドッツンド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 
ぐみ明日大丈夫かい？あ、めぐみも練習してるっぽいよ今日。あ、違うか、明日配信するってことか。なんかめぐみん今日お昼にね、私お昼からレッスン場使ってて、めぐみんがお昼のお昼にレッスン場一緒にシェアしてもいいって言ってきて、あ、いいよ全然って話したのに全然来なくて、なんか夜に来たやっと来た。実現すると思う、明日できると思う。配信じゃなくてもネックレスつけてる？つけて、あ、なんか寂しいなと思ってつけた。レッスンの時、あの練習の時つけてなかった。今日の服無地だからさ、寂しいなと思ってさっきつけた。ランランランのイントロ聞くと胸がドキドキそうだする。あ、ランランランいいよね。きっとまあ待ってる駅前のロータリー、いつもの停留所。でも今日さ2時間くらいでトータル2時間くらいで行けたわすごくない？2時間くらいで終わったオープニングの3曲と中盤の3曲、オープニング4曲かと中盤の3曲7曲2時間くらいでできた。サビは覚えてたから意外といけたけど、やったことない振りが多かったからちょっと苦戦したけど、でもあとユニットとアンコールをやんなくちゃいけない。あとアイル声もやんなくちゃいけないやで2時間で終わったけど1時間半ダラダラしてた。1時間寝て30分アニメ見てた仮眠しようと思ってなんかめっちゃ眠くなっちゃって、ご飯食べてアニメ見てたら、休憩がてらね仮眠しようと思ったらタイマーを10分20分とかけてたので、20分のタイマーで起きたんだけど、うん、寝るかと思って寝たら1時間経ってた。アイルコインショートバージョンなんでしょ。そう、ショートバージョンです。起こすとどれくらい忘れないものなの？そうだな、どれくらい繰り返し練習したかによるけど、難しいなそれ。練習でいくらやっても1回の本番の方が頭に入る。だから練習で5回通してやるのと、練習で2回くらいやって本番に1回立っちゃってからのだと、本番に立っちゃった方が、本番でやっちゃった方が頭に入る今日テレ東鑑賞会します。 AKB いつ出るか分かんないけど
8時台って言うても1時間もありますからね。私のネモハも生で見れる機会はどうだろう、あるかな、あるとありそう、ありそうだけどもうほぼほぼないんじゃないですか。まだわかんないけどバトフェス公演ワンチャンってくらいかもね、もしかしたら。まだ全然わかんないけど、瀬戸り知らないからわかんないけど、あ、氷漬け福アット、舞台も話し会も声も楽しかったさ、福さんだわ、ありがとう、昨日もありがとうね福さん。氷漬けグレイの技、すっきりした顔してますね。本当ですか。すっきりしてますか。むくんでますよ今日。お昼寝したから。今日はメールでも書いたんだけど、珍しく朝すごい早く起きて目が覚めたの。7時台に目が覚めて、もう一回寝て8時。くらい起きた。だからかな、余計いつも、ね、いつもより眠かったわ日中が。昨日1時に寝たんだよね夜の、なのに7時に起きちゃった、8時に、7時8時に。最近さ早起きしてたから、なんか朝早かったからずっと癖づいたのかもしれない。うん、いいことだね。5時に起きた、早起きマント。すごい、5時、5時なんかに起きれない。早寝早起きのコツは早く寝ることらしいですね。違うわ、早寝早起きのコツは早く起きることらしいですね。そう、早く起きること、早く寝ることだと思いきや早く起きることらしいっていうのを、ほんまでっか TV で見たことある。そう、早く起きたら早く眠くなるから早く寝るらしい。早く寝たところで寝る人ってお昼とかまで寝るじゃん。何時からドボンしようかな。AKB の出番次第だな。まだ決めないでおいていい？レイちゃんめっちゃ寝そう。私ね、寝るときはめっちゃ寝る。なんもないときはずっと寝てる。最近なんもないときがないからさ、ずっと寝てられないけどね、ずっと寝てたいわ。もうあれだよ、基本的に1時くらいに寝て
次の日の12時くらいに起きる。11時とか。寝てるとき目開く半目で寝てるらしい。白目で白目で寝てるんだって。そう、 AKB はさ20時台だけど、その20時台っていうのがね分かんないじゃん。20時何分なのか、それによってドボンを何時からやるか決めます。ちょっとねこの配信はね、あのあれなのよ、テレ東を見るだけでもないわけですよね。まだねある、やることが。友達の家で頑張ってお風呂入ったの。そう、この間なんか友達から急に電話かかってきて、なんかバイト終わりで電話かけてきたらしくて、帰り道に応援してもらった。お風呂入りたくない、でも頑張って入るから応援してって言ったら、ふれーふれーって面白い友達応援してもらってお風呂に頑張って入りました。あのなんかその子家に帰ってからだけど、882拍子とかいろいろやってくれた。結局はなんか337拍子ってやっぱすごいねって話になった。めぐみみたいな子いっぱいおるか。変わり者が多いよ本当に。めちゃめちゃ面白いから、うちのクラスバラエティー豊かすぎて。あ、もえもえ、あとボーアイレリー、あ、もえもえ、たまありがとね、ありがとう。あ、回答されてるタワーだ、ありがとね。めぐみマブダチは意外だった。あんまりみんなに言ってないっていうか、何、活動での絡みは少なかったから、学校での絡みはめっちゃあったけど、だからこうみんなにね公でにしてこう言ったりもしなかったけど、実は結構一緒に遊んだりしてたんですよ。ご飯行ったりね、実はしてたんだ。分かる人は分かってそうだなって思いながら話したけど、そう、高校から一緒。そう、ヘアアイロン事件の仲間。もう、コラボ配信私も楽しみ。でもね、ヘアアイロン事件のねもっとすごい話がいや、なんかね、ヘアアイロン事件を起こって、ヘアアイロン事件で起こった先生がね、私たちに起こった先生が、まあ、結構その人に、その先生にお世話になってて、私のクラスの
ありがとうございます、今までありがとうございましたっていうので、3人の先生、私担任の先生とその何学年っていうかのなんか主任っていうか、なんて言うんだろうな、こう、まあ、芸能コース、いわゆるなんかトレードコースっていうさ、堀越のコースのなんか主任みたいな先生と、その先生に渡したの色紙を。でメッセージ、その私たちに怒ってきた先生に、ヘアロン事件今で思い出です、あの時はすいませんでしたみたいなお世話になりましたっていうコメント書いたら、渡した後に早速読んだけどヘアロン事件懐かしいねみたいに言われてそんなことあったねって話した。そうやってね、なんかだからさ、その高校生に伝えたいのは、まあ多少の無茶はしていいと思うんだよね、学校で。ちょっとの悪いことをしてもさ、先生から愛される子だったら後々ね、もしその大ごとになんないことであれば、後々それが思い出になって笑い話になるから、ネタになるしねちょっとくらいの無茶はねしていいと思う。遅刻ギリギリになって走ったのとかも思い出だもん。そんな感じで明日話そうかな。まあ高校だけじゃなくて普通にめぐみんとの話を したいね明日。そろそろさ、テレビの準備するわ。テレビ持ってくる。しなきゃいけないんだよね。オッケー。呪術廻戦やってるじゃん今。今呪術廻戦やってる。フェルト音楽祭。やんちゃな人々の青春ソング。音なしで音楽感じながら見ますリビングで録画されてる私の部屋ではしなくていいかな。もう私の部屋の録画パンパンだもん。見てない、録画したやつ見なくなっちゃった。テレビにイヤホンってつなげられるの？っていうかテレビに挿すイヤホンがないや多分。
沼ハも全部録画してる。わあ嬉しい。テレビが部屋にない。私さ一人暮らししたら多分テレビいらないや。 iPad とかパソコンで見れるよね。TVer とかそういうので。最近プロジェクター流行ってない？みんなさプロジェクターで見てない？そういうの。テレビの代わりにそうプロジェクターで映画とかそのネットフリとかアマプラとか見てる。最近そういう人多い気がするわ。確かに歌番組見られないか。あ、それは困った。住みたい街はどこ？わかんない。住みたいいい街がよく分かってない。住みたい街か。福岡。福岡に住みたい。なかちゃんが歌ってた。ん？福岡へ。いいよ、美味しいものいっぱいあるし。ツイッターで告知しなきゃ。もう20時代になっちゃうけど間に合った間に合った間に合ったぞ。なんか濃い、なんか赤くなってるよね。ここどうしたんだろう。どうしたの？怖い怖い。何何どこ何が、ね、どうしたの？あーオーマイジュリアって言ってる。なんかなんか赤いや。やばいテレビが壊れてるやばいよこれ見れない説ある。テレビがちょっと待って。
なんか蚊に刺されみたいになってる。ごめん、お待たせ。蚊に刺されみたいになってた、ここ。なんだろう、治った。かぶれたかも。長渕剛さん、お母さんが大好きなんだよ、長渕剛さん。夏とか昼間、土日ね、昼間長渕剛さん流しながら家事とかしてんの。我が家に長渕剛さん流れてんの。お母さんが好きでさ、あの鹿児島のライブ、桜島のライブ行きたいねって話してて、今マイセルフ歌ってる。桜島のどうやって前髪キープしてる。黒ケープ、黒ケープをやって、思ったよりも前髪は短くしていい。お母さん見てたと思うよ。前髪そんな命じゃないな、私。別に乱れててもそんな気になんない。配信とかで自分の顔が見えるとね、めっちゃ気にしちゃうけど、普段は別に風で前髪全開になろうがあんまり気にしない。中森明菜さんの実家、あのさ、なんだっけ、二人公演のリハーサルの時に歌の練習もしながら二人でリハーサルしてたんだけど、なんだっけ、ラン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 、あ違う、なんだっけ、ラン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 って始まるじゃん、投げキスで打ち落とせ。最初さ分かんなくてさ、それラン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 ってさ歌い始めちゃって、ずんちゃんも一緒に「ララ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 ラ」「今日は卒業式だから」って二人で歌ってた。あおなんなな ん, なん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 だよね。なん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 、ちゃんちゃん、ふう、やばい、
ガン元ガングロギャル、かっこいいガングロギャル。愛の歌響き渡れば、元ガングロギャルのお姉さまが歌ってた青春ソングは愛の歌なんだって。灰色の夜空に光が差すよ、もし君がこの恋を永遠と呼べなくても。姉ちゃんとかも好きだと思う。今だけは嘘をついて、淡い言葉で信じさせてみて、愛の歌。姉ちゃんギャルだったから、安室奈美恵さんとか好きだ。高田久美さんとか、大学デビューでギャル絶対なれない。大学用にミッフィーのバッグ買ってる人だったよ大学で使おうと思ってとか言ってミッフィーのトートバッグ買ってる人がさ、ギャルになれないよ姉ちゃんはもう高校の時点でギャルだったから。あのあれ買いしたよ本当に、ドンキのさ、あのキティちゃんの黒とピンクの健康サンダルみたいな履いてたよ姉ちゃん。キティちゃん黒とピンクの中ギャルでしょそれの影響ですね、私がキティちゃん好きなのは。猫が好きっていうのもあるけど、あのキティちゃんが身近だったのよ小さい時からだからサンリオのキャラクターで一番好きなのはキティちゃん。白いし、最近ミッフィーが好きなのも多分白くてほのぼのしてるから、スヌーピーが好きなのも白くてほのぼのしてるからなんだろうなって思う。白いキャラクターが多分好きなんだと思う。お姉ちゃんギャルだった。そう、ムーミンとかもね好きだよ。私は一から友達作りですね。同じ大学行く友達知らないから、友達いない。逆にさ、友達がいない環境の方が私はいいのかなって思って、友達そうは言っても友達いたらよかったなとか一人不安だなって思うんだけど、よく考えたらさ、友達がいたらずっとその子と一緒にいるわけじゃん。それよりもさ、なんかこういろんなこと話してさ、いろんな何こういう関係っていうか、友達がいないことでさ動けるわけじゃん、いろいろ。それの方が楽しくない？それでいろんな人と話してみて気が合うこと友達っていうくらいに仲良くなればいいかなって。
思った。意外と友達がいないのってチャンスなんだろうなって思う。やっぱ女の子ってニコイチみたいなさ、もうずっと2人一緒みたいになりがちじゃん。そうだからね、2人一緒だとあんま話しかけにくいしさ。ある程度いい感じのタイミングでほぼニコイチみたいな友達ができるというね。私の高校も、もう何、大親友がいるんだけど、高校にその子も結構いろんなこと仲良かったから、常に2人ペアじゃなきゃいけない、私たちは絶対2人じゃなきゃいけないっていう感じでもなかったのよ。私たちそれぞれそれぞれで交友関係があって、でもまあ大事な話とかは2人でするしっていうのが多かったから、何かしらでじゃあ行事、じゃあ修学旅行でペアにならなきゃいけないですってなった時に、いや別に私たち別でも大丈夫だよみたいな、逆に普段あんまり絡みない子とか一緒になろうよみたいな感じだったから、そういう子がいたらいいなって思ってる。私はさ逆に友達と当然ペアになるものだと思ってたけど、その子が私に逆にさ、普段私たちいつでも旅行とか多分行くし、普段あんまり話してない子と一緒になるの良くないって言ってくれて、あ確かにと思ったんだよね。確かにと思って感化された。そうだねって思ったよね。まあじゃあ別でいいねって。そう、大人な素敵な友達、大親友だよ。その子、その子に応援してもらった、お風呂入るの。まもなく AKB。 いい友達だよ。ハーレーにまたがって熱唱、バイク？なんでもないようなことがか、幸せだったと思う、なんでもない夜のこと、二度とは戻れない夜、ないようなことが幸せだったと思う、なんでもない夜のこと、二度とは戻れない夜。サビきた。実は何章とかあるの？何章とかあるんだ。箱？私バイク分かんない、バイクも車も電車も分からない。そうちょっとね、コンタクトが6章、98章、
何章とは。15番まであるってこと？ネイルカフェ、嬉しい。配信前にね、塗ったの、塗り直した。いつも時間ないのに慌ててやるから汚くなっちゃうけど、ゆっくり塗ったら綺麗にできた。偏光パールで、あの何、角度で色が違う。ハーレーはね、なんか書いてあったよ、上に。自前のハーレーにまたがって熱唱って書いてあった。これはキャンメイクのネイル。あ31番。あ、これ編集でよろしくお願いします。あ、南野陽子さん、綺麗、綺麗ですね。次くらいかね。スケバンデカ見たことない。ヨーヨーとかのやつだよね。スケバンデカ三畳みたいな。おもむろに注ぐね。おもむろに注ぐ。今日のお顔いいです。え、すっぴんですよ。美肌加工でくすみとか飛ばしてます。ライトと美肌加工で。すっぴんの肌、私はあんまり綺麗じゃないから。美肌加工様様。本当美肌加工様様ですね。肌荒れしてるから今。卒業式の感じすごい可愛かった。あ、そうそう、なんか同級生に言われたことあるのが、なんかメイクしない方が可愛いよって言われたことある。レイちゃんってメイクしない方が可愛いよって言われたこと。メイク薄い方が似合うのかな、多分わかんないけど。あんまり濃くない方がいいかもね。いや、嬉しかったよ。嬉しかったけどね。ポジティブ思考人間だからさ、あ、すっぴん可愛いんだ、嬉しいなって思っちゃった。人の悪意に鈍感なんだよね。悪意はなかったけどね、多分その子に。
それはやったら怒る人もいるよね。確かにいると思う。あ、なんか私は嬉しかったけど、言い方とかにもよるのかな。楽園のドア、外国だと子供に間違えられそうだよね、れいちゃん。え、そうなの？外国の方からしたらさ、このあの日本人って結構幼く見えるんでしょ？なんかあれ、これショールームかな、なんかで聞いたわ。幼く見えるって聞いた。そうなんだね。うん、アジアの人幼く見えるんだ。そうなんだ。幼い顔じゃないよね。でも私は日本にいたら、でも割とその年齢が追いついてきた感は本当にあって、老け顔ってなんか結局年齢が通り越していくみたいな。老け顔の人ってその年齢が追いついたらそっから老けないみたいな言わない？なんかさ、ほんと今こそ追いついてきたけど、中学生の時とかさ、まあ、こんな感じの顔だったからさ、老け顔だったわけよ。老け顔とか言われたことあったけど、だからかな、大人っぽいって言われるのがちょっとなんか嫌な時期もあったけど、ある時その話を聞いて、ああ確かにいいじゃんって思うようになったいいんじゃないって思ったいいじゃんって思っちゃった。ポジティブだな。女子大専科ありましたかね。中学生の時とかにも、じゃ大学生ですかって言われてた。意志の強そうな顔つきだった。確かに、あ、そうそうそう、内面って結構顔に現れるかも。ちょっと柔らかくなったかな今。本当にそうかも。中学校の時とか結構ね、意志強かったね。今よりどんどん柔らかくなった。あ、ちゃうかったな。リーズさんとミスチルさんだ。まだだった。今も強そう確かに意志はね、曲げないところは曲げないかな。でも前、昔よりは柔軟になったかも。ウルトラで泣きましょう、そして輝くウルトラソウ。
祝福が欲しいのなら悲しみを知り一人で泣きましょう。そして輝くウルトラソウル。歌詞そんな、いやそんな覚えてないよ、言うて覚えてない。ウルトラソウルはさ、ウルトラソウルって曲ですか、これ。ウルトラソウルは有名じゃない？有名なやつしか分かんないよ。今あれ流行ってるよ、 TikTok で。Boy meets girl、 幸せの予感、きっと誰かも感じてる。 Boy meets girl、 ロマンスの神様、この人でしょうか。この歌流行ってるよ。そんなの嘘だと思いませんか。こうやってダンサーも、きっと誰かも感じてる。ゲレンデね、流れてた。あの中学校のスキー教室の時にリフトに乗ってる時に音楽聴いてたんだけど、ワロタピーポーとか流れてた。その時広瀬香美さんの曲も結構流れてた。あとあれなんだっけ、壊したい、なんだっけ、ブレイク寸前、幸せへのゴール、あなただけに Sweet Love Song、 なんだっけこれ、だなんだっけ、あそうそう、ゲレンデが解けるほど恋したい。そう、性格変えた方がいいかもね。そうそうそう、その歌詞好き、面白いよね結構ぐさって言って面白いよね、その歌詞絶好調な冬の恋スピードに乗って急成長だっけ、急成金だっけね。8時55分かもしれないな。あ、誘惑、同期に二人はたたらたんでてる Because now I love you ってやつ。同期に愛は二人を試してるか。銀はドイツ戦を振り切って、ウォーウォーウォー、嘘も真実も駆け引きさえもいらない、今お前が誘うままに、おん溺れてみたい。楽しそう、ライブ行きたい。わあすごいすごい、よしきさんが倒れてる映像が。指針はいつもライブでしてるから。あ、そうなんだ。あ、
くれないですね。くれないね。なんか中学かな、中学校の時にとなんか小学校かな、小学校か中学校の時になんか大熱唱してたクラスで、中学かな多分、男子たちが大熱唱してた。声変わり前なのかな、だからかな。あ、まばたきもせずに。タタ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 タ、AKB いつかな。ないカーニバル胸の奥、ててんててて音立てるエンジェル、なんとか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 エンジェル、ホテイさんはね、水曜日のダウンタウンのなんかベイビーめっちゃ言ってる説みたいな見たわ。なんか見たことある。ベイビー何回言ってるかみたいな。あとなんか布袋さんの名前呼べる人何人説みたいなのを見た気がする。水曜日のダウンタウン、いいねライブって。AKB はやっぱり20時59分かな。ギリギリだね。つかないつかな。私も分からん。あ、やばい、来た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 、イルミネーション行ってきたんだけど、キュンキュンでした。以上です。無理無理無理、みんなアナちゃん来たよ。ちょっとさ詳しく教えて。
お手紙で報告するわ。ぜひぜひぜひ。あったけえ時間みんなお手紙だってごめんね。ドッポンライブの放送もあるのか。ね、聞きたいね。いい感じだったんだって。よかったよかった。ドモンライブ8時45。そっか、かぶるかな。え、無理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 。ちょっと待って、無理無理。やばいね。無理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 。え、本当に無理、本当に無理。無理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 。ちょっと待って待って待って、無理無理無理。何それ。え、やば。いいね。プライド。え、そうだったの。布袋さんが作詞してたんだ、この曲って。奥さんの曲。うーん、初めて知った。綺麗。ロンドンで。ロンドンなんだ。結婚前に作ったんだ、この愛の歌を。素敵だね。この曲きっかけで結婚した。いろいろとあるんか。来たよ。うわー、楽しみー。 MV 撮影会場だって。あ、ひろゆきさん、ひろゆきさんがいつもと違う、いつもの場所じゃない。ひろゆきさんがサイクあー、MV すごい。衣装がゆきりんさん。細っ。衣装がかわいい。 MV 撮影の衣装が
見れましたね。シルバーっぽい白っぽい衣装、なんかみんなジャンプしてる。ジャンプかわいい。かわいい。みんなね、そうだね、パンツスタイルですね。あ、ルーマー踊ってる。ちょっと踊ってるのかな、なんだろうな、なんなんだろう。すごいね。ひーちゃんの髪色が変わっててかわいい。葉っぱタイみたい。絶対違うし。りゅうきさんが演出を考えてくださったルーマーですね。あ、来ますよ、ネモハモルーマ。来ました来ました。右にいるよ、右に、右後ろ、いつもとこね。 Hey, what's up? はいはいはい、みんな注目。あ、映ったね、映りましたね、映りました。ペコリポーズしたの。ちょっと待てないうちに見違えるくない、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。私佐藤の順番で抜かれたね。可愛いじゃん。気になれずにストーリーしてた。ズッキーは珍しく巻きおろしなの。あ、このポーズはさ、何です。おーい、加藤涼さんでした。うまいのよ、歌が、歌ね、踊りがうまいのよ。めっちゃうまいのよ、めっちゃうまいのよ。カット。これカットね。カット間違えちゃった。めっちゃうまい。うますぎる。さすがですよね。この二人でこうやってね、みんなを下げるのもかっこいいのよ。はい。リハーサルの時もね、すごい場を盛り上げてくださって、本当に素敵な方だなって思いました。
トークの部分が聞こえないや。終わったね。ということで、みんなと AKB の、しかも自分が出てるの見れてね、楽しかったです。面白いね実況。いや、もういいと思う。うん、違うグループだから多分大丈夫です。ね、MV の衣装となんか雰囲気がちょっと分かって、なんか、ね、ネオンっぽい感じだったセット。ちょっと楽しみだね、新曲どんなになるか。あ、ここからはドボンライブですって。宇宙服、確かに宇宙服、宇宙服なのかな。かっこいい系っぽいね。でも確かに、でも宇宙ではなさそう。宇宙服ってダメよ、メンバーに言ったら。衣装さんに届くようにも言っちゃダメよ。わかんない、宇宙服イメージなのかわかんないけど、そうではない気がするから。そう、サイバーな、サイバーって言ったらいいんじゃない、サイバー。いや、永久保存版でしたよ今日の沼ハマは。なんかゆいちゃんに考えてもらったの、あの映るところでやるの。リハまではなんか「なしなし」みたいな感じでやってたんだけど、なんかゆいちゃんと本番前話してて「ゆいちゃん抜かれるとこ何やるんですか?」って。なんかいつもねこういう感じでやってるんだけど、イキリンさんとかぶっちゃうからっていうので、なんかいろいろ練習してて、練習してる姿見てて、そうちょっとねからかってたの、ゆいちゃんの。こうでゆいちゃんを抜かれて聞こえてるんですよね。時はあっという間に過ぎ去りってやるんですよねって。違うよみたいな、そうじゃないみたいな話をしてて、ずっと二人でえ違うんですか、じゃあ何やるんですかみたいな。レイちゃんポーズないのって言われて、私ペコリポーズっていうのがあります。えそれやったらいいじゃんって言われて、だからこれにしてみた。レイちゃん可愛かったってツイートしちゃった。え嬉しい、私も AKB のツイートしよう。
加藤良子さんとお写真撮っていただいたんだけど、これを載せていいのか確認するの忘れちゃったから、ちょっとツイッターには載せられない。集合写真はある。悔しい。ちょっと待って、うまくいかない。よし、 OK。 ごめん、つまじ。え、なるさんツイートしてくれてんの？あ、本当だ、嬉しい。なるさんめっちゃ好き。なるさんめっちゃ好きなんだよね。じゃあまた TikTok を載せますね。衣装で撮った TikTok だからまだ載せられなかったの、昨日。でもめっちゃ可愛いやつ、もうめっちゃ可愛いやつ載せるね。ゆいゆいちゃんが文を考えてくれたよ。そう、あ、これはゆいゆいちゃんの TikTok なんだけど、めっちゃ可愛いからもうびっくりするよ多分みんな。まだ載ってないかな、ちょっと経った。あ、もう全然ハードル全然上げていける、全然いけるいけるいける。ゆいちゃんは怒りそうだけど一発撮りで撮らせてもらった。え、何点なんとか点みたいな歌さ、アイル公演でみんな分撮るね。そう、アイルの TikTok みんな見てね。まだ上がってないかな、もしかしたら。うん、上がった。昨日ショールームやりながらね、更新したら動画を隠すの忘れちゃって、ちょっと失敗しちゃっただから次は落ち着いてやるね。
よし、オッケー。可愛かったでしょ。ねえ、どうどう、褒めて。可愛い子のこと撮るの本当好き。可愛かったね。うん、1メートルくらいのハードル上で飛んじゃうんだから、ゆいちゃん。どうや。私 TikTok 出過ぎなんで、会えるの。撮影者が私だからさ、なんか一人、そのメンバー一人だけ撮ろうとしたら、なんか一緒に やってよって言われるんだよね。だから私がこう写っちゃうことが多くて。佐藤と私がだいたいいつも一緒にいるからさ、二人の動画が多くなる。そう、私の TikTok みたいになってる。そうそう、レイ点取るか。あとがツーショット、あ、すごい、こういう利点もあるのね。みんなからツイート情報を教えてもらえるっていう。見に行くよ。わ、いい写真だな。いい写真だ。めっちゃいい写真じゃん。何これ。仲良し。私的に使います。私的仕様。もしもし、うん、え、私もしていい？しますね。羽織るか、羽織らないかな。電話かかってきました。あ、自己紹介お願いします。はい、 AKB48 チーム A の西川レイです。イエーイ、久しぶり。久しぶりだね、マリアちゃん。ねえ、全然その LINE に返したら2017年からさ LINE してなかったよ、ね。うん、え、やばい。逆に2017年に LINE してたんだ。そう、なんか誕生日おめでとうっていう LINE。 それ以来です。西川玲ちゃんでした。はい、どうも。あ、そう、卒業発表お疲れ様。 ありがとう。寂しい。マリアちゃんが大きくなっていくの見てたよ。成長見てた。嬉しい。またドラニでいつか集まれたらいいね。ねえ、そうだよ、集まりたい。握手会ないからさ、会えないよね。全然会えない。そうなんだよ。何ともなんでしょうかってめちゃめちゃ来てる。同期です。西川れいちゃんと同期なんです。同期です。そう、あ、配信してたの。あ、そうなの。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、そうだ、これ配信してた。トークテーマやらなきゃいけないんだよね。そうだよ。何話してたの？トークテーマはマリアちゃん。どうしようかな。マリアちゃんは何話してたの今？マリアはね、HKT のメンバーについて話してた。うん、あ、そうなんだ。そう。マリアはトークテーマはじゃあ、うん、マリアももうすぐ高校卒業するし、うん、レイちゃんは高校卒業してたじゃん。うん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 。だから高校生活で
楽しかったこと、うん、ああいいねいいね、でお願いします。オッケー、わかった。じゃあ明日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとう ね、 ね、うん、うん、ありがとう、またね、バイバイ。はい、ということでマリアちゃんからミョイロヨが回ってきました。今村マリアちゃん HKT の今村マリアちゃんがね、ちょうど高校の話しちゃってたけど、まあ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 、まあ、みんな聞かなかったことにして明日新鮮な気持ちで配信見てくださいね。はい、新鮮な気持ちで、だから明日はそうコラボもやるしミョイヨラもやります。だからね、本当は今日コラボが良かったんだけど、まあ明日でも別にできるかなって思って、マリアちゃんめっちゃ背伸びたのよ。明日ねどうしようかな、めぐみんといつコラボできるかっていうとね、ちょっと時間が、うん、明日は撮影なんですよね。明日金曜日？あ、木曜日か。うーん、ミョイヨロは何時にやる予定だったんだっけな。ちょっと待ってね、みんなに言うね。ミョイヨロは9時からやります。それより前に7時半とか8時くらいからめぐみんと配信するかな。まりちゃん寂しいって言ってくれ、かわいい。そう、9時半からだからさ、残り30分しかできないからめぐみんと配信、それより前に。高校生活で楽しかったことでもある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 と思う。10時までってね、結構ね厳しいのよ。あ、ね、マリアちゃん、そうそう、矯正中なんだね今ね。矯正してるメンバー多いからね、慣れちゃった。コラボはめぐみんとのその関わりがあったことだけ話したりして、もう普通に行事のこととかを配信で話そうかな。ね、高校卒業しても22時制限、え、確かに、あ、でもそうだよ、3月31日まで高校生だもん私。レイちゃんもう JK じゃないのに10時まで、まだ JK だよ、うん、まだ JK だしJK でいさせて、3月31まで JK だよ。でも高校は卒業したからさ、24時までやらせてほしいんだけどダメなんやな、ダメなのよ。そう、合法 JK、
まだダメなんです。モラトリアム猶予期間。JK だよ。だ盛りだくさんだからみんなしっかり見てね。気をつけながら話しますね。特殊な学校ですから。そう、明日振り起こしして撮影して配信する。振り起こして誰かの映像見てるの。そう、そう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 、初日メンバー、この8人公演の、僕隊の8人公演の初日メンバーがレッスンしてる振り笛を見て起こしてる。そう、接吻流行ってる。みんなこうやって何、あのスタバとかのさ、そのカップの飲み物こうやって持って踊ってんの。長く甘いみたいな、なんかね、宮下パークで。なんで流行ったんだ。なんかそう雰囲気のある曲がやっぱ流行るのよ。そう、雰囲気のある曲を雰囲気ある感じで踊るっていうのがやっぱ流行るわけよね。エモいみたいな。こんばんは、こんばんは。私もでももうこれ終わったわ、過ぎ去ったけどね。今はバイミツカーだよ。かやちゃんの出稿出れるの嬉しいね。そう、嬉しい。楽しみ楽しみ楽しみ、みんみん楽しみ。みみみみみみみ、昔流行ったものがまた来たりするよね。そう、今ルーズソックス流行ってる。白のルーズソックス、あったかいみたいな。なんかルーズソックス流行ってる。
結構ディズニー行ったみたいな、その制服の女子高生の投稿とか見ると履いてる子いるんだよね。結構巡るんだなってね思うよね。巡るんやね時代は。1メートル以上のルーズ、すごい、1メートル、やば。そうなんだ。私はあんまり流行に乗れるタイプじゃないから、ファッションとか特にあんまり乗り切れてない、いつも安定みたいな、何にも属さない服を着ちゃう。そう、日曜日はねオルガン坂とアイル公園があります。26もねリハして、取材してリハして公園出ます。でも売れっ子じゃない、もしかして売れっ子じゃない。まあその2日間だけですけどね、大変なのは。だから27まで私は頑張って生きる、27まで頑張って生きるよ、うん、なんとか生き抜いてみせる。28は何もない、決めてないや。散歩しようかな。応援してる、毎日頑張れて偉い、ありがとう。28散歩散歩して本でも読もうかなって思って、26の火曜の卒業公演、れいちゃんのうちはあげてもいいのかな。うわーむずいな、それいいと思う、それはいいと思うけど、もしペンライトの演出とかがあるなら協力してほしいです。そう、あとそのセレモニーの時はちょっとダウンで、ペンライトの時の演出とセレモニーの時だけちょっと協力をお願いします。それ以外は OK。 うちあとペンライトどっちが見分けやすいですか？ペンライトですね、圧倒的に。そう、かよちゃんレイレイって呼んでくれてるの。あったらいつも、あーかよちゃん、あレイレイだーってね話す。大好きかよちゃん。かよの撮るレイちゃんいつも可愛かった。そう、かよちゃんってねめっちゃ人のこと撮るの上手なの。ずんちゃんもめっちゃ上手だし、
こう愛を持ってね撮ってくれてるんだろうね写真、うん、めぐみも出る、そう、紫って薄色と濃いのといつも迷うんだけど、あーいろんな人がいる。濃いのだと結構青かもしなって思っちゃうから薄い方がいいかも。薄いのでお願いします。結構濃い色だとね青と黄色に見えるんだよね。あ違うわ違うわ、逆逆、青と黄色が自分のペンライトに見えちゃうんだ。薄くても濃くてもいけた、いけるわ、大丈夫だった、ごめん、どっちでもよかった、逆だった、そう、青と黄色のペンライト、私全部紫と黄色に見えちゃってるから、そうそうそう、奈々さんとかが出てる公演とかさ、めっちゃ自分のファンの人多いじゃんと思ったらさ、青と黄色だったりよくある。まあでもね、別に自分のファンの方以外にレスしちゃいけないなんてありませんから、そこはみんなにしてるんだけど、そうエリーもね青と黄色だし、ナズナちゃんも青と黄色だよ、青と黄色多いのね。うん、紫がピンクに見えたことはないかな、見えてたのかな、気づかないうちに。でもね紫と、あピンクと黄色の人はいないよね多分。ピンクと黄色ゆいゆいちゃんなんだ。なるほどね、あ1万人あ突破、あありがとうございます。ズッキーもピンクと黄色なんだ。ピンクと黄色かわいいね組み合わせ。そっかそっか。そろそろ終わろうかな。今日もめっちゃ長く配信しちゃって長々とありがとうございました。明日も長いからさ、そろそろ終わろうかな。みんなありがとね。じゃあランキング読みます。13位オノピーさん、12位カノさん、11位クマさん、10位空耳さん、9位マナーミンチャケランさん、8位シロチャーハンさん、7位ペコさん、6位マイちゃんさん、5位ハルノブアと台湾さん、4位オニール大佐アット26日夜当たったのに飛行機間に合わなそう。大丈夫、いけるかな、来てほしい、当たる、あの間に合いますように。3位ブルーアット台湾さん、2位福さん、1位をもえもえアットオーアイレイレイさん、ありがとうございました。あ待って、危ない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 、ちょっと待って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 、危ないじゃん、ドボンだよ、ドボンドボンしよう、ちょっと待ってねえごめん、危ない、みんな教えてくれてありがとう、ドボンしようドボンしよう、そうそうそう、ドボンしようドボンしよう、めっちゃ忘れてた、めっちゃ忘れてた、よかったよかった、ドボンしよう。じゃあね、今から何分間やる ?20 分間くらいやる。20分間やりまくるので、みんなやりまくります。危なっ、間違えたスタンプ、時間合わせたい、時間合わせたいですか、今一回入っちゃった、今やる、
したい？渋る。時間合わせるのめっちゃさ、なんか厳しいじゃんみんな。B 型きついんよ時間合わせるの。前のペースでいい？そう怒るじゃん。1秒 B 型に1秒の世界で怒られたらさ、もうたまったもんじゃないのよこっちとしては。でもみんなの気持ちもめっちゃわかるの。だから頑張ろうと思うんだけどさ、でもいつもうまくできないんだよね私。ごめんね。ちょっと待って今ね、あの部屋入っちゃったからこれ終わったらちょっと待ってね。分かった、じゃあ時間合わせで10回やろう。B 型に甘える。本当だよね、 B 型だからってさ、 B 型だからって結構なんか雑なんだマイペースなんだって見られること多いけど、こっちもさ B 型だからってさ許されようとしてるよね今私。ずるいよね。はい、じゃあね、あれ見ましょう、エニータイムだっけ。エニータイムはフィットネスだった。あれなんだっけ、なんだっけ、タイムイズか。うん、じゃあね21時26分になった瞬間にやるね。大丈夫、あと20秒だけど。みんな26分になった瞬間にやるね。日本、うん、日本基準時かな。お、フックさん、ブルーアット台湾さん当たってます。あ、なんだ、そう JST かな。多分危なすぎて危なすぎて。10回もできるのかな時間内に。全部何分ぴったりにするね。わあ、できるかな。ドボン、どうだろう、ドボンっていうか上がれるかな。あと1枚。あー、ダメだった。そう、何分00秒に始めることにします。ガンバ、なんか舞台のメンバーがガンバってよく言ってるなと思ったら、あ、ドボンされた。よく言ってるなと思ったら、なんか舞台のってガンバってめっちゃ言ってて、セリフで、だからなんだって知った。じゃあ次はね、今28分になったばっか、じゃあ29分にやりますね。
困ってないかとごめんなさい。そろそろ準備しよう。あと20秒。あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。お、黒猫もふもふさんコメントしてくれてたよね多分。ああとオノピーさんと鈴鹿さん、鈴鹿さん当たりました、よろしく。みんなレイちゃん推し？確かまなかちゃんとかせいちゃんとか私だったり、この私と関わりの深いメンバーがアイコンになってることが多いね。上がるかも。あん、ドボンされた。上がれそうだったのよな、しかも最下位になっちゃった。あら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 。じゃあ次はね31分にやるね。誰が呼んでいるのか、だっててなぜか分かってた。あと20秒。神は偶然なんて言い訳しない、初めてあなたを信じられる。あ、5 4 4 3 4 3 2 1。信じられる理由は私だけのかすか記憶。おお、またオノピーさんと当たった、すごいわ。デジャビューいつか見たような、愛に引き寄せられてく次の瞬間。よし、ドボン、やったやったやった。早いね、一ターン目でドボンできた。次じゃあ33分にするね。33分です。次ドボンおめ、ありがとう、すごいびっくりした。たまたまなんかちっちゃかった数字が。マリアルームから来ました、あ、ありがとうございます。明日もいろいろ頑張ります。今ね2、3回やったかな、次4回目だ。何やってるか分かんないか、みんなドボンテロップ打ちたいけど来ちゃう。20秒以内にかけるか。あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ちょっと遅れちゃったかな。あ、ボスな人、ボスさんおめでとう。なんか意外とさ、私とまなかちゃんの剣オタの人って多いんだね。
もしかして。あれなんか動かない。あ、動いた。まなかちゃんをカードに設定してる人多くて、私のファンの人で、お、兼任結構いるんだと思って。うん、悩むな。そう、まなかちゃんカードの人が多い気がする。あ、やばい、バースト、やばい、危な。一人の人生を狂わせるところだった。これがカイジだったら大変だったよ。でもバーストさせそうになっちゃった、人のこと。これ出したらバーストになっちゃうのか。じゃあパスだな。危ない。何枚になったらバーストなんだろう。ざわ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 。12枚か。じゃあ大丈夫だったのかな。なんかバーストはあんまり良くないんだよね。双方に利点がないみたいな、なんか利益がないみたいな聞く。終わった。ドボンされちゃった。じゃあ、あ、次は何分だ。じゃあ36分ね。あと20秒くらいです。うわ危ない。今ゲームプレイをしたら、押したけどごまかした。怖っ。あと5秒だ。4321。自分でバーストとかあるの。ごまかした。タップしてそのまま下にずらした。機械をごまかした。あ、結構私の、あ、全員私のファンの人だ。あつきさん、リトルズさん、ネモハンモー新規の T さん、すごい、全員私のアイコンだ。嬉しい嬉しい。やったね。でも、もうなんか上がりそうな人がいるな。あ、上がったな。さようなら。あと、あ、自分が今何回やったか忘れちゃった。あと5回かな。次は38分にやりたいと思います。ベッドした。頑張って。かと、次38分にやるね。38分00秒。8 7 6 5 4 3 2 1。おお、誰か いるかな。あ、なんて読むんだろう。氷室圭介さんかな。
お、ドボンできちゃった。ドボンした。あ、私、え、しかもベッドしてドボンだからめっちゃポイントもらえたわ。じゃあ次は40分にやりますね。時間指定ってやる前はめっちゃしびるけどさ、いざやるとやっぱ指定してよかったなって思うよね。みんなと当たれるし、ごめんね、しぶって。20秒です。どうかな、どうかな、どうかな。クロミちゃん4 5 4 3 2 1。私のアイコンの人いない。あ、ゆかるんさんのアイコンの人がいる。みんなさ、私がドボンするとネモハモルーマーのスタンプをしてくれんの。優しい。上がれなそう。今回は厳しい戦いだ。まだ手札5枚もあるや。うわ、敵に塩を送ってしまった。悔しい。頑張るね。レイちゃん推しはゆかるんさんのデッキの人も。そうなんだ、私と一緒じゃん。はい、ドボン。鉢作っといたんだ。鉢作っといたのよ。ドボンできた。しかも今回もベッドしてるわ。八狙いした。八狙いがいいんでしょう。なんかみんなから教えてもらったんだよね、配信で。次43分にするね。みんなのおかげさまでね。そう、前よりドボンがしやすくなった。11、10、そっか、確かに11とかも結構みんな記号だから早く出しちゃいたいよね。あと10秒。10 9 8 7 6、5秒前、4 3 2 1。5秒前ってやつめっちゃさ、テレビの収録の数え方な。マークさん、カズヤさん、よろしくお願いします。あ、あと台湾の呉さんもかな。お願いします。すごい、みんないっぱい送ってくれる。かわいい。全員マナカファン。あ、終わっちゃった。いや
早い。やっぱ 8でドボンしちゃうよね。次は45分かな。45分にやるかな。みんな終わってないかな。45分にやります。そうだね、対戦画面とかね出せるようにしたよね。やばい、1万2000人、あれ2000人も増えちゃってドボンしてるのに、ごめんなさい。ごめんなさい、本当に全然ドボンしながら面白い話できなくてごめん。でも芸人さんじゃないからいいよね。間違えちゃいけない。そう、アイドルは芸人さんじゃないから。2位、はいはい、さあ、お、あ、すごい、メロンさんと MA さん、よろしくお願いします。マイポンさんも見てるのかな、配信。ドボンにさす、ドボン、え、なんでドボンって視聴率取れるの。あれか、そのゲームのドボンって思ってないのかな。なんか企画沼とかハマってみたみたいな。あ、ドボンされた。へえ、すごいね、初めて知った。時間はしたいからか、そういうことね。あの、なんか本当にドボンしてるのかなみたいな興味でみんな来てるのかなと思って。違うのか、マッチングしたい人が集まって、すごーい、すごいね。ラストか、ラスト。じゃあみんな終わるの待とう。45分にやるね。みんなちょっと一回片付けてきて、この回。あ、50分みんなちょっと過去戻って50分になったらやろう、みんな。あ、片付けてきて、自分の戦い。よかった、みんながいてもうアンポンタンだから。毎回やるよね、時間指定の時こういう間違い。時計さえもニュアンスで読んでるっていう。背中のチーパー、と開けてちょうだい。レイちゃん推しには当たるんやけどな、確かに。みんなレイちゃん推しばっかとやってるんだね。じゃ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 んじゃ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 ん。傷つくこと恐れはしない、何があっても昼まずに自分の夢を探しに行く。
最初のウサギになろう。50分、あと1分10秒です。ドボンしてる。なんかお部屋あったかくて顔がテカテカしたし、してなんかほっぺも赤くなってきちゃった。オイルヒーターで2時間くらいかかるよね、部屋温まるの。やっと温まったわ部屋表示変わってから押す、少し前に押し始める。え、変わってから押してるかな。ラストです。本当だ、いっぱいいるわ。あと10秒。6、5秒前。4、3、2、1。お、どうだどうだ。広島のタックさん、ぬるぬるベリンさん、ゆきんこアットチャケオシさん、よろしくお願いします。嬉しい、お疲れちゃんって送ろう。足らんかったか。またやるわ、またやるね。28日以降やるね。じゃあやる。それまで運を貯めとくね運を貯めといて。そう、27まで、そうバタバタしてるから、うん、あ、終わったですね。ありがとうございました。ということで配信、そしてドボン、ありがとうございました。では本当に最後です。ランキングを読みます。明日ちょっとね、何時か見えてないから、明日宣伝しますけど、とりあえずミオヨロは9時からやります。それより前に多分7時半か8時とかにめぐみんとコラボ配信始めると思います。ではランキング、10位オノピーさん、12位カノさん、11位クマさん、10位スラミミさん、9位マナーミンチャケランさん、8位シロチャーハンさん、7位ペコアットレイちゃん、27日まで生き抜いてありがとう。6位マイちゃんさん、5位ハルノバと台湾さん、4位オニール大佐、あと26日夜当たったのに飛行機間に合わそう、そうだ頑張れ。3位ブルーアート台湾、ドボン楽しかったさん、2位福さん、1位モイマットボーイレイレイさんです。対戦してくれた方ありがとうございました。教えてくれてありがとうね、みんな。よかった、有言実行できました、よかったです。危なかった。ではまた明日、バイバーイ。